これからぶり大根を作ります。まずは簡単に水で洗って、このぐらいの大きさに切って皮を剥いていきます。皮を剥くときは厚めに剥くようにします。今日は3人分で作ってます。小さい大根のときは丸々使いますけど、今日は大きいので半分に切っていきます。次にブリを一口サイズぐらいに切っていきます。このくらいに大きさを揃えていきます。次に一口大に切ったブリを熱湯を回しかけます。熱湯をかけることでお魚の臭みが取れます。今お鍋に準備をしていきます。下に大根を敷いていく形で置いていきます。さっき臭みを取ったブリをその上に乗せていきます。白いお魚よりもこういう脂の乗ったお魚の方がのコクが出るので美味しいですね。鍋にお水 300ml をまず先に入れます。次にお酒 100ml を加えます。このお酒を入れることで味にコクを出してくれる役割があります。まだ臭みを取るのと風味付けの意味でお酒を使うので、ない場合はお水でコトコト煮る感じにします。強火にかけて沸騰して煮立ってくるのを少し待ちます。だんだん煮立ってくるとブリのアクがちょっとずつ出始めるので、このアクを取っておきます。アクをだいたい取り終えたら、強火の火加減を中火にして落とし蓋をして、これが15分から20分ぐらいで、この落とし蓋をすることによって煮物により味がじっくり染み渡るようになります。5分から20分ぐらい煮たので、一旦落とし蓋を取りまして、大根がどのぐらい煮えてるかのチェックをします。次、味付けの工程に入ります。まず砂糖大さじ2を加えます。次は醤油大さじ 2.5 を加えます。で、全体を揺らしてあげるとより調味料が全体に染み込みやすくなります。味付けをしたら、また再度先ほど使った落とし蓋でこのように蓋をしてあげます。この状態で5分大体中火弱火ぐらいでじっくりと炊き上げます。煮込んだので完成です。落とし蓋を取って、お待たせしました。ぶり大根の完成です。